はい、どうも皆さん、こんにちは。今回はついに来年2月公開予定のアントマン&ザ・ワスプ・クォンタマニアの予告編が公開されたので、こちらについて詳しく見ていきたいと思います。まず予告編の始まりで、スコット・ラングがかなり有名になっていることがわかります。バスキン・ロビンスのアイスクリーム店でも表彰されていたりと、アベンジャーズ・エンドゲームを経てアントマンはかなり有名になりました。前作アントマン&ザ・ワスプの時は、そこまでアントマンは有名ではありませんでしたが、エンドゲームでタイムトラベルはアントマンなしにできなかったということもあってか有名になっています。このように子供のリュックを見てみてもアントマンのリュックになっていたりと子供からも人気のようです。またアントマンに向かってスパイダーマンと呼んでいる男性がありますが、これはもちろんジョークでアントマンはスパイダーマンと同じように知名度が上がってきています。ちなみにスパイダーマンはノーウェイホームの最後、全世界の人々から記憶が消されてしまいましたが、これはあくまでもピーター・パーカーの存在が消えてしまっただけで、人々はスパイダーマン自体は覚えているので、これは問題はありません。次の場面ではハンク・ピムの自宅のラボで、スコットと娘のキャッシーと一緒に何か実験をしています。キャッシー・ラングとしてはキャサリー・ニュートンが演じていて、エンドゲームからは俳優が変わっています。キャシー・ラングが開発したこの装置は、量子世界に信号を送る装置ということで、これを見たジャネット・バンダインは今すぐに止めるように言います。その直後にこの機械によって、周りにいた全員が量子世界に吸い込まれてしまいます。こうして吸い込まれてしまった6人は別々の場所に行ってしまうようで、このように見てみてもこれまで登場した量子世界とは全く違う別の場所となっています。また一つ注目すべきなのは、キャシー・ラングはマスクをつけていないということです。おそらくスコット・ラングに関してはアントマンスーツを常に携帯しているのですぐに着替えたのだと思いますが、一方娘のキャシー・ラングはまだスーツを持っていないため私服で量子世界にいます。アントマンの1作目でハンク・ピムは縮小するときには必ずヘルメットをつけていなければならないと言っていますが、この場面で2人はヘルメットをつけていないため、ここは量子世界でありながらも他とは少し違った場所であることがわかります。おそらくこの場所というのはアントマン&ザ・ワスプの最後に登場した量子世界の謎の都市の中で、このようにドームに覆われているためヘルメットが必要ないのだと思います。その後のセリフではホープ・バンダインがジャネットに向かって何をそんなに恐れているのかと聞いています。ジャネット・バンダインは装置を起動した時にすぐ止めろと言っていたり、何十年も量子世界で生活していたことから何かを知っていました。娘のホープに聞かれたジャネットはまだ話していないことがあると言います。おそらくこれが征服者カンことカングザコンからのことで、この量子世界の都市というのはすでにカングザコンからが支配した世界となっているはずです。その次の場面でカングザコンからの姿が一部明らかとなります。胸の部分を見る限りかなりコミックに忠実なデザインとなっていて、何やらオーブのようなものをセットしています。次の場面ではこの都市の姿が明らかになりますが、このようにかなり発展しているようで、カングザコンからは軍隊を持っているようです。おそらくこの都市というのはコミックに登場するクロノポリスで、実際にこれは彼が支配していた都市となります。またこの都市はあらゆる時代のあらゆる場所に行くことができて、言い換えればこの都市自体が TBA に登場したタイムドアのような役割を果たしています。またこの都市を見るとどこか TBA の本部にも似ているような気がします。それもそのはずでロキのシリーズに登場した黒幕というのは彼の変異体であるヒーフ・リメインズだったからです。ヒーフ・リメインズの説明によると、彼の変異体第1号というのは31世紀の地球で誕生していると言っています。これはコミックと同じで、彼の本名はナサニエル・リチャーズで、31世紀生まれのリード・リチャーズの子孫となっています。彼はその世界で科学者となって、後にビクター・ボンドゥームが作ったタイムトラベル装置を発見します。そして別の時間に行ってはその世界を支配するということを繰り返しますが、MCU ではそれが変えられる可能性が高そうです。ブラックパンサーワカンダフォーエバーでビクター・ボンドゥームが登場するかわかりませんが、まだ今のところ登場していませんし、MCU で一番最初にタイムトラベルを実現したのはエンドゲームでした。このようにロキのコンセプトアートを見てみても、ヒーフ・リメインズの部屋にはアイアンマンのヘルメットも飾ってあります。またカングザコンからはこの予告編を見る限り何やらスコットの助けがいるようです。それが何なのかまだわかりませんが、もしかしたらカングザコンからが量子世界の外に出るために必要なものとも考えられそうです。それというのもカングザコンからはこのように量子世界にすでに存在しているので、なぜこれまで彼が攻めてこなかったのか疑問になります。そのため彼には攻めたくても攻められない理由があったはずです。その鍵を握っているのがおそらくアントマンで、
アントマンのテクノロジーがあれば量子世界の外に出て新たな世界を支配できるという可能性があるのかもしれません。またカングザコンカラーが最後乗っているこのデバイスですが、これはもしかしたらタイムチェアかもしれません。コミックのものとはかなり違いますが、彼はこのタイムチェアに乗ってタイムトラベルをすることができます。またこのタイムチェアらしきものには予告編の最初に登場したオーブを入れていたような装置が見えます。そのためこの装置を起動するための動力がなかったため、他の世界の支配をまだ始めていなかったということも考えられそうです。今回はアントマン&ザ・ワスプ・クォンタマニアの最新予告編について見てきました。皆さんはこの映画、また予告編についてどう思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。